始まったのは2012年ですね。西沢龍平です、えー。建築設計をしております。ロスビロスの住宅を設計いたしました。もともとは、あの8人の日本人建築家と8人の地理の建築家がえー、っとこう。隣同士に建物を建ててあの村を作るという。 そういういプロジェクトでしたただ敷地が二転三転して最終的にはあの現在建ったロスビロスの郊外の,あの太平洋に面したところに建てることになったんです。場所があのその16個の建築はどれも海沿いにこう並ぶんですけど。 僕が担当した敷地はこうあの半島のように海に向かってせり出してる非常に細長い細長くてなあの、えー、っとこう海に突き出した、うん、丘みたいな場所で一番はやっぱりそのエドワルドっていう人があの素敵な人で人間的に。 すごいこう魅力のある男だ彼は日本に来て一緒にお酒飲んでですねまあ仲良くなっちゃって <laughs> そんで作ろうとで敷地はあの結果的には素晴らしい場所になりましたけども結構最初からあそこじゃなかったんでそれで敷地を見に行きましたそしたらそれは素晴らしい場所でこう海が太平洋があって うん絶壁になってその上に絶壁の突端のようなところで,ですね日本にはちょっとない種類のうん大自然で非常にあの魅力を感じましたねやっぱり自分が建築したことのないような自然日本の自然とは違う日本の自然って優しいというかマイルドで四季があって。 でも太平洋に面したチリの自然っていうのは砂漠気候なんですけど荒々しくてですね非常にあのインプレッシブなものでした風も吹き上げる風が強くあの植物もサボテンとかそういうものでこう岩肌が露出してう海が波がバシャーンとなって。 もうあの限りなく美しいんですけど非常に過酷な自然の中でやっぱりあのこう日本でよく作ってきたこう軽い建築こう布のような建築というよりはコンクリートで、うん、と雨風に耐えるようなあの強い建築を作,る作,る作ろうと。 思いましたで敷地の荒々しさが一つ魅力で片方でででに立つんん幅が狭かったんです、ね、こう横に広がる自由はなくてこう細長く立てる自由があるそういうような敷地はあのまた全部がこう斜面でしたし、まあ、簡単な敷地ではないなとは思いました 柱がなくこう自然の重力だけで持つということでアーチまあ実際は柱あるんですけどこう大,き大きな考え方としてはこう柱はないっていうかこうアーチになってるんですね部分的にちょっと立って,てるんですけどねで最初はアーチをこの部屋単位でこうちっちゃくこうやってたんですただあの大自然の雄大さの中では この機能単位でこう形を作るっていうのがすごくせせこましく見えて最終的には機能単位じゃなくてなるべく大きいアーチであの作るという屋根をかけたらもう終わりっていうような感じで中と外がこう連続しているようなだから料理してても今でくつろいでてもこう太平洋にこう突き出た。 岬にいるっていうあの環境がよく分かるっていうのかなそのどこにいるか分かんない密室みたいなリビングルームじゃなくて太平洋に突き出ているというこの敷地の個性がそのまま室内の魅力になっているっていうものがいいかなと思って地形も感じるんですね平らじゃないんでゴツゴツした岩場があ室内でも感じる。 というもんですね全部で20回は10回以上は行ってます20回ぐらいかな結構行った地球の裏側で遠いんですけどまあ現場に行くだけじゃなくて例えばまあサンチャゴもあったりアンデス山脈登ったりするわけですね アルゼンチンチ行ったりそうするとやっぱりなんていうかラテンアメリカ的なものをすごく感じるでそれはやっぱりヨーロッパと違ってあのなんていうか厚みがあるそれはやっぱりいろいろなところで感じましたね三ャゴは高いところから見ると印象的なんですよね アンデス山脈が向こうに見えてまたアンデス山脈登ると全く別世界にチリ側は銀色なんですけどグラニットでできててでアンデス山脈を越えたアルゼンチンに行くと突然真っ赤になってチリ側はもう急な山なんですけどそこから山を越えるとすごい雄大なスロープでどん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 下がってってその銀の世界から赤い世界に。 変わるそれはもう,もう大変感動的なものでしたねやっぱり日本で建築作るとすごくきれいに作れるんですけど何ていうかこう迫力がないというかまるでロボットみたいなこう工業製品が並んでてなんか建築の力ってこんなものなのかなって思うようなきれいなものができちゃうんですよね。 でもやっぱりあの西洋社会で建築作ると何ていうかブルータルというかあもうなんの建築の力というものがあのすごく出るだか細かいところを見るとちょっとずれたりっていうそういうあの繊細さはそれは日本の方があると思うんですけど建築の力ですねそういうものはやっぱり。 西洋社会の建築っていうのはすごくあって僕はやっぱりそういうのっていうのはまたあの大きい建築っていうのはそれだけで迫力あるけどちっちゃい住宅でもやっぱりそういう建築の荒々しさっていうのが、うん、家の快適さになると思う。それであの今回すごくエドワールドワルに その文化もそういう彼らの文化っていうのはやっぱり力強いものだし自然も力強いし僕はやっぱ日本人だからどれだけ頑張ってもチリ人にはなれないわけですよねだやっぱりその発想は日本的なもんだと思うんですねただ使う材料がチリのもので,で作る人が施工建設する人がチリの人で。 エドワールドもチーズの人だからやっぱりその両者の文化が混ざったようなもんになったんじゃないかなとは思いますね。素晴らしいチャンスをもらえたと思って彼には感謝してますね。